ちゃ。こんにちは。はい。ユラゴさん。なんだよ。ユラゴさん。もう似てないから岡田監督だろ。はい、そうです。わかるっていうのがすごい。すごいじゃないですか。いや似てるのかなと思っちゃいました。バカにしてるんじゃないかって。お前言われるよお前。私は大好きですので実は岡田さん。岡田さんな。はい、大好きなので。キャラとして立ってるよな。完全にそうですね。素晴らしい方ですが、もう。でも厳しいぞお前岡田監督は。そうですよね、うん、実は野球のできないやつ、野球の話ができないやつ大っ嫌いだから。もう完全に分かりやすい方なんですね。ああ、そう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 、はっきりしてるよね。その岡田さんが、はい、キャンプ指導したな、はい、指導しまして、でさらに自らショートのポジションに行き、身振り手振りで実際に教えるという、うん、もうすごいですね。いや岡田監督は、はい、まあその打つイメージがあったかもわかんないけど、はい、まあ大学時代はサード、プロに入ってセカンド、はい、高校の時はピッチャーとかも、はい、いろんな経験をされた方なんだよね、うん、まあだからいろんなところを経験するっていうことはいろいろ体感で覚えてるっていうことがあるからね、はい、昔の野球ってさ、はい、やっぱ守れないやつは打席に立てないって言われてた時代で、守備を徹底的に鍛えられた人なんだよね、はい、で俺らもそうなんだけどさ、もうとにかく朝から晩までノック受けてたっていう記憶しかないんだよ。言うけど、はい、もう戦国時代からだよ、はい、守備は最大の攻撃だって言われる、はい、やっぱね守備が崩壊するとすぐ攻め入れられる、これはもう野球も一緒で、だから日本シリーズ見たろ、見ました。ヤクルトがなんで最初良かったのに5、6、7戦って、はい、やっぱエラーが絡んでんだ全部、はい、失点に。だからそういうことを考えるとやっぱり守備がいかに大事かっていう、この短期決戦でも証明したように、はい、やっぱ阪神の課題とすれば守備だよね、はい、だから守備っていうことはどういうことかというと、やっぱ取って投げるっていう一連の動作があるけども、はい、阪神の場合っていうのはやっぱ送球ミスが多いんだよ、うん、送球ミスっていうのは基本的にキャッチボールなんだよね、はい、だから結局キャッチボールを少しおろそかにしてませんかっていうこともあるし、はい、そのキャッチボールの仕方でもどういう体の使い方をしてるかっていうところの、やっぱ岡田さんっていうのは解説をしながらでも取材をしながらでも見てたんだろうね、はい、だからよく足の動きをしてたよね。そうなんです、特にその右足、うん、ショートの守備に関してその右足をよくこうジェスチャーで出すような、あ、だから右足っていうのは、はい、内野手っていうのはファースト以外大体右投げだよね、はい、だから右足になってくるんだけども、右足に体重が乗ってその体重移動を左足にする間にスローイングをするんだ、はい、だから体重移動でスローイングするとミスが少ないというか、うん、安定するんだよね、はい、ただこう取ってから右足に乗らないで左足だけだとあと腕で投げるしかないから慌ててね、はい、だからミスが出るという、うん、だから右足ってすごく大事なんだよ。取るタイミングを合わせるのも右足だし、はい、でスローイングするのも右足に乗せて一旦乗せて投げるという、その送りで投げるんだよボールって、はい、だからそこを徹底的に教えてるという。特に例えば甲子園ってやっぱり特にそれが必要になってくる。やっぱね、土のグラウンドだから、まあ、人工芝よりはやっぱこう難しさは上がるよね、まあ、上がるけど、でも甲子園園芸がさ、あれだけ綺麗にしてるわけだから、はい、もう絨毯の上でやってるみたいなもんだよ。そうで、いい環境で、まあ、ただねこう走った足跡が残ってるとか、はい、すごくやっぱ俺も経験があるけど嫌なんで、ああ、あそこえぐれてんなとかちょっとタイム取ってこう直しに行ったりとかもする時もあったよやっぱ、はい、それ気になる、もうどうしても気になるから、うん、まあだからそういうことで、まあちょっとハードルは上がるけどね、はい、だけど阪神が例えばエラーの数が半分、送球ミスがなくなったとしたら、はい、俺優勝してると思う。それだけ重要な、いや重要だと思うよ、ね、だから今年あの阪神がガーッと来た時にミスが少なかったんだ一番、うん、だけど勝っていくにつれてこうミスが出るというかさ、まあ、そういうところでこう優勝を逃したけど、はい、まあ、春先の出だしも悪かったけどもね、うん、だけど今の阪神の戦力だとかいろいろ考えると、はい、やっぱ守備を鍛えるだけで順位は一つ二つ上がるよ。そう、やっぱそう考えると本当に守備って、いや長期戦になってくると絶対大事だし、バッティングって4割5割打てるわけじゃないじゃない、はい、まあ、打っても3割って言われてて、守備っていうのは菊池が証明したように1シーズン10割っていうことも目指せるわけでしょ。ということはやっぱそれだけバッティングよりも守備の方が簡単といえば簡単なんだ、はい、だそこを確実にいかにやるかということ、まあ、そこがやっぱり一番の課題だっていうふうに岡田監督も分かってるんだろうね、
まあ、分かってるって、まあ、普通だったら分かるよね。だから自分で教えてるわけです、はい、だから岡田さんというのは吉田芳雄さんだとか、ああいう人たちに習ってるから、はい、広岡さんだとか、だからそれはもう昔の守備の名手だよ、はい、グラウンドなんか今より相当ひどいところで、あれだけ名手って言われた人たちに教えてもらってんだから、それだけのノウハウを持ってるよ、ね、そうですね。だから岡田監督のその映像を見てるとすごい分かるよ、はい、教えてることが、そのやっぱり名手から教わったことを受け継ごう、まあ、自分でやって自分でも中でアレンジしてるかもわからないけども、うん、やっぱそういう伝統を引き継いでるよね、岡田監督はね。なかなか、まあ、赤いグローブされてましたけど、なかなか監督がその趣味について実際にやるってないですか。まあ、なかなか65歳だもんな。なかなかないよね。イレギュラー反応できるのかと思ってちょっと怖くなるけど、まあだけど、まあ、岡田さんはうまかったからね。あ、現役の時もグラブさばきっていうのはすごく上手な人だったから、はい、全然教えられると思うし、ね、で中でもやっぱりショートを教えてたっていうことは、やっぱり阪神は今ショートが課題っていうことなんですか。まあ、課題というか、まあ、課題は一つ、まあ、ショートを作りたいっていうのはあるんだろうね。だから中野コンバートしてショートを作りたいって、はい、まあ、サードファーストは決まってるよね、はい、佐藤大山でしょ、はい、二遊間でしょ、問題は、うん、だからショートが出来上がればセカンドは流動的に変えていってもいいというふうに思ってるんだよ、ね、うん、やっぱ要はショートになるっていうのをよく岡田さんは知ってるんだよ。だから小畑選手だったり熊谷選手だったりをこのキャンプでショートに置いてっていうことは、やっぱその2選手、まあ、あと渡辺選手だったりとかもう、渡辺亮はね、ショートはできない。じゃあセカンドってことに、まあ、セカンドしかできないと。じゃあこの2選手をどうにかショートとしてレギュラーで使いたいっていうのが構想にある、まあ、競争させるということだよね。でも俺は小川さんはピッチャーによってどうのこうのっていうことはあんまりしないと思うよ、うん、使うんだったら使い続けると思う、うん、だから大畑なのか、はい、もう一人だね、熊谷選手なのか、ね、はい、まあ大畑だろうね。ああ、そこはもう第一候補として、うんうん、でもダメだったらまた誰か作らなきゃいけない。そうですね、まあとりあえずできなかったら中野を戻せばいいかっていう構想まで頭にあると思う。あ、じゃあ中野選手はとりあえずなんか一応セカンドとしてっていうことですよね。あと伊藤原、うん、中野はね、まあ、取ることもそうなのかも分かんないけど、うん、やっぱ投げる方はね、いまいち信頼できないんだよね、うんうん、だからセカンドに行くとそこは安定すると思う、はい、その送球ミスっていうのは減ると思う、うん、だからとにかくエラーの数を減らすことを考えてるよね。そうですね、だからそういうポジショニングだとかそういうのを入れ替えて、はい、まあ、やるとか、うん、まあ、そういうことをしてるよね。だからすごく阪神にとっては、まあ、肝だよね。そうですね、言えば、うんうん、まあ、センター近本いるし、はい、ね、で森下っていうのを使うでしょ多分、岡田監督だったら、うん、1年目から、はい、そしたら森下がどのぐらいの守備力があるのか、はい、あとはライトかレフト、うん、まあ、森下がどこ守るかわからないから、はい、どっちかだと思うけど、まあ、1人外国人を入れれば、はい、それはウォーカーみたいなのが来たらとんでもないことになるけど、いやいや、いきなりね、いきなり、いや、ウォーカーも上手くなったよ、でもウォーカーみたいな最初からなっちゃったんじゃもうどうしようもない、ショート期待だって追いついていかないからね。そうですね、だからまあそこら辺の守備力を上げていくっていうのがね、はい、このキャンプでは最大の課題だし、そうですね、まあ、岡田監督が見せるというのはね、はい、まあ、大事なことだし ね、 そうですね、やっぱりね、一番いいのはいいものを見せてやるっていうことなんだよ、うん、岡田さんがいいものなのかどうかは動きだから65歳だから分かんないけど、はい、でもいいものを見せてあげるっていうのはすごく大切なことなんだよ。で守備って2通りあってさ、はい、やっぱ攻めて握りに行くタイプと受けるタイプってあるんだよね、はい、で吉田さんというのはとにかく攻めの、だからこういう柔らかく取るんじゃないんだよ、吉田さんというのはパーンと攻めていくタイプなんだよ、はい、で広岡さんというのは早稲田の先輩ね、岡田監督の、はい、広岡さんというのはここをへそのところに重心を置き、こうパッとボールの位置にこう入っていくようなタイプだから、タイプが全然違うんだよ。だから守備でもやっぱ全然違うんだよ、はい、まあ、バッティングで言えば長距離砲と短距離砲、アベレージヒッターというぐらいの差があるぐらいに、やっぱこう考え方っていうのはやっぱちょっと変わるんだよね、はい、どっちをこう岡田監督が教えてるかっていうのもちょっと俺は実際行って見てみたいなっていうふうには思うけどね。そうですよね、うん、いやでもこれでね、選手もショートのポジション一つ取りたいっていう選手にとってみればやっぱりチャンスですし、いやもうね、選手はね、
監督が変わった時はチャンスになる。そこですね。でも逆に監督が変わった途端にピンチになるやつもいるからね。そうですね。だからまあこれはねどういうふうに転ぶか分かんないけども、はい、まあでも岡田監督がねやっぱこう守備に着手してるという、はい、まあ来年の阪神は楽しみだぞ。そうですね。そんな感じがするよね。はい、勝利にも注目したいです。はい。